演歌男子、10周年、真田直樹と、新浜レオン。青山真が語る演歌の魅力と番組への思い。CS 歌謡ポップスチャンネルで放送中の演歌。歌謡界で活躍する若手歌手によるトークバラエティ番組、演歌男子が10周年を迎えた。同曲は、これを記念して開催されたスペシャルライブ、演歌男子。10周年フェスティバルの模様を9月28日。 土曜日、午後4時からオンエアする。番組の出演者で記念ライブにも登場した真田ダナオキ、新浜レオン、青山真の3人が座談会を開催。演歌の魅力や番組への思いなどを語った。ほぼ同期の3人。年齢では真田さんが一番上だが、デビューは新浜さんが少し早い。サナそうですね。ほぼ同期です。 僕のメジャーデビューとしんくんのデビューが同じ年、2020年で、レオンくんが2019年だから、先輩ですね。新浜、やめてください、笑い。僕、大学生の時に直樹さんのメジャーデビュー前のレコーディングを見学させていただいているんですよ。レコーディングってこうやるんだって、そこで知りました。真田レオンくんはその場で歌を覚えて、 ブースの外だったけど、一人で熱唱して、周りのスタッフに怒られたんだよね。新浜、言わないでくださいよ。でもあの時、いつか直樹さんとお仕事でご一緒すると誓ったのを鮮明に覚えています。ですから、今直樹さんの隣にいられるのはとても光栄なんです。真田ダ、君くんとはデビュー前に、レコード会社で会ったことがあって、ブレザーを着て、 可愛く控えめに、よろしくお願いします、ってご挨拶してくれました。最近は、カルメニウス、だけど、笑い青山、だんだんそうなりますよ、笑い。最初は直樹さん、ちょっと怖いなという印象でしたけど、お話しさせていただいたら、そんなことなくて。今はすごく兄貴って感じです。演歌界は、先輩後輩など、礼儀作法に厳しいイメージがある。 青山、もちろん厳しいです。真田、いや、それはしんくんが言っちゃいけない、笑い。新居浜、彼は、直樹さんのお師匠さんの吉井久蔵さんたちに誘っていただいた食事会の席で、酔っ払って寝ちゃったんですよ。演歌の世界で一番に近い年下なのに。青山、もちろん皆さんを尊敬しています。けど、僕、お酒弱いんです。 誘っていただいて嬉しかったし、憧れの先輩の皆さんとご一緒できるってテンションが上がってしまって。皆さんお酒のペースが早いから、ついて行こうとしたら、回っちゃったんです。真田僕はその時同席できていなくて。後日聞いたら、師匠はいい感じの勘違いをしていました。シンくんはお酒飲めないのに無理して飲んで寝ちゃって。かわいいよなんて。 青山、よかった。その後、吉さんのステージを見せていただいたり、楽屋にご挨拶に伺ったりできたので、ご一服されてはいないだろうとは思ってましたけど、新居浜、青山さんのあの姿は忘れられないです。面白かったな。それに、この間五代夏子さんとご一緒した時も、ベロベロになったって聞きました。同じことしてるよ、と思いました。笑い。 青山、申し訳ないことに、抱きついちゃったみたいです。笑い。真田、すごい、ピシッとした中に温かみがあるのが演歌界ですけど、それでもあんまり聞かない話です。笑い。でも、そういうレオンくんも、普段は礼儀正しいけど、天然が炸裂した話がありますよ。レ、レ、レ事件とか、笑い。新居浜、大黒巻さんとご一緒させていただいたとき、 上がって頭が真っ白になっちゃって、代表曲ラ、ラ、ラが出てこなくて、レ、レ、レって歌っちゃったんですよね。本気で怒られました。サナダ、でも今は可愛がってもらってるでしょう。僕は人見知りだから、二人とも人懐っこくていいなぁと思います。レオンくんは、うちの師匠とも縁があるんですよね。新居浜、小さい頃、吉さんの青森のご自宅で、 一緒にお風呂に入らせていただいたことがあります。でも、それを言ったら、直樹さんは吉幾三さん、青山さんは作曲家の水森広先生と、二人とも素敵な師匠がいらっしゃる。僕はいないんですよ。父は演歌歌手、高城康夫ですけど。青山、ありがたいです。 水森先生の文科生には、氷川きよしさんをはじめ、大勢の先輩方がいらっしゃいますから、とても勉強になってます。新居浜、羨ましいです。そういう仲間は。真田うちは月に一回、師匠と一緒にご飯を食べるだけですよ。青山、レッスンとかないんですか真田ないんですよ。新居浜、それ、ばらしていいんですか 笑い。新浜レオン。新浜レオン。昭和の時代に強い憧れ。三人が思う演歌の良さは真田、僕は二十歳を超えてから演歌に出会って、その詩や世界観の品の良さに惹かれました。露骨に出さない奥ゆかしさは、演歌、歌謡ならではだなと思います。例えば、津軽海峡、冬景色は、 たった2行で上野から青森まで行くんです。現代の曲ならその工程だけで一曲できると思います。それに、前半には人物が登場しない。作詞の悪友先生のものすごさだと思います。新居浜、僕は父が演歌歌手ので、好き嫌い以前に環境が演歌だらけでした。とはいえ、同世代はあんまり演歌を聴かないわけで。 自分がなんで演歌でデビューしたのかなと考えまして、やっぱり昭和の時代がすごく好きなんだなと思い至りました。コンプライアンス的には色い々ろいろありますし、時代に合わせることも必要ですが、昭和の人間味みたいなところに惹かれるんです。例えば駅の伝言板なんて僕にはわからないものですが、そういうものがあった時代に憧れが強いです。